近鉄バス松原営業所は大阪府松原市上田にある近鉄バスの営業所である。最寄りの駅は河内松原駅でバス停は松原車庫前へ。近鉄バスで唯一泉ナンバーがつく。松原市、羽曳野市、藤井寺市南部、堺市、富田林市など、主に近鉄南大阪線沿線をカバーする。戦前の大阪鉄道時代からの路線も一部。 存在するが、戦後のベッドタウン化により発展した路線が多い。羽びきのやみはなどの新興住宅地は、丘陵地にあり、駅からも距離があるため、他の近鉄バスエリアよりも利用されている路線が多い。藤井寺駅前及び、古市駅前から、藤井寺市、羽びきの市内の住宅地、大学を結ぶ、路線網である。鉄道空白地帯を通り、 館内で一番利用客の多い路線である。藤井寺駅南口にはロータリーが設置されておらず、野中、藤ヶ丘方面から来たバスは五両前、野野城方面へ、野の,の上る五両前方面から来たバスは、藤ヶ丘野中方面へそのまま運行し、時間帯によって運行系統が変わるなど複雑な運行形態となっている。駅間輸送を除き、藤井寺駅前行きは、 野野城経由が60番、野中経由が70番に、古市駅前駅は8番に統一されている。2021年3月1日のダイヤ改正で、藤井寺駅前から、羽江が画、岡方面駅はすべて野野城経由に、学園前5丁目、古市駅前駅はすべて藤川岡経由に統一された。四天王寺大学方面大阪府立、大学羽びのキャンパス方面藤井寺駅前、 発着、古市駅前、発着ともに平日一往復のみの運行。なお、羽びきのキャンパスへは、四天王寺大学、羽江映画、丘方面の系統に乗車し、府立医療センター下車でもアクセス可能。羽江映画、丘方面富士寺駅前、古市駅前と羽江映画丘を結ぶ羽びきの線の主力系統。羽映画、岡は、駅から離れた、丘陵地帯にある、 住宅地であるため、特に多くの利用がある。桃山台、学園前、方面桃山台2丁目には、霊友会の支部があるため、臨時便が運行されることもある。2014年6月2日より、桃山台2丁目から、学園前5丁目まで延伸された。駅間輸送系統、千日参り時の運行について、毎年8月9日は、くずい寺の千日参りが行われるため、 昼間時以降、藤井寺一番街から藤井寺駅前交番付近が車両通行止めとなっていた。このため、通常藤井寺駅発着の系統は運行不可能となり、この時間帯は藤井寺駅のロータリーが臨時発着場となる。この場合、府動12号を東に走り小山交差点を南下、近鉄南大阪線の踏切を越え、通常ルートを走ることになる。 この時、堺山和高田線内にある二つの停留所は通過する。またこれにより、春日旧団地前を通るルートが確保できなくなるため、大阪女子団体前、五両前、藤井寺南住宅前の三停留所は運休し、これに伴い、六十番台、八十三番系統は、この時間帯には運休していた。なお、2013年より規模が縮小されたため、 一般車の乗り入れのみ規制され、バスの運行は通常通りとなった。多治見線の小型バス一部に極端な境外路があるため、車両は小型車を使用する。朝は江賀の省駅前を発着となり、それ以外は川内松原発着となる。2007年3月22日より江賀の省駅前停留所が南へ約120メートルに移設された。これにより、 近鉄南大阪線踏切を渡ることなく、大阪安倍の橋方面ホームへ行くことが可能になり、利便性が向上した。さつきの系統を見払くと、松原市を最速で結ぶ路線。さつきのへ乗り入れた路線では最も歴史がある。さつきの駅は国道309号経由で運行されているが、河内松原駅にロータリーが完成するまでは、貢献の里より、 不動坂山和高田線沿いに設けたられた、さつきの線専用敷地から発着し、ターンテーブルが設置されていた。さつきの線開業時は冷房車が道路線に優先的に運用され、河内、松原駅前行きは中央環状線経由で運行されていた。一時期は観光バスを転用した車両が使われたことも、ある。現在は、中型車による運用も数多く存在する。 なお、広国神社前から、三原区役所前間は、南海バスと並行するが、運賃は同調しておらず、この区間においては、南海バスの方が安い。現在は、往復とも、国道309号線経由に改められている。余部系統松原市内の短距離系統と、三原区内を結ぶ路線からなる。三原区内の終点はいくつかあるが、基本は余部まで行く系統である。 アマルベは農芸高校前にあり、南海ウィングバス、金岡の初芝平尾線と一部並行する。アマルベバス停はガソリンスタンドを転用した片天地となっており、以前はもう少し初芝寄りの細長い土地で方向転換していた。04番は夕方以降に運行されていたが2016年10月7日のダイヤ変更で土曜1便のみとなった。現在は中型車、 ポンチョによる運用である。かつては04系統を除き大型運用が存在した。さつきの系統南海高野線の北野田駅へ乗り入れる路線。現在、近鉄バスの一般路線で南海の駅前へ発着するのは北野田駅のみである。古くからあるのは40から44番で、かつては他にも枝系統があった。47番と48番は、 旧三原町が堺市へ編入されたのを機に、堺市からの要望で開設されたものである。田ジー系統北野田駅前で発車を待つ北野田線、田ジー系統堺市からの要望により、東区及び三原区の路線空白地を結ぶ新路線として2006年9月25日に開設された。南海バスと共同運行で両車共通の道路専用定期券。 回数券も発売されている。なお、各社で発行するカード回数券は、それぞれの会社でのみ使用可能。現在は、白をベースにした、同学園専用カラーの路線タイプのバスが、松原営業所に、大型、中型ともに、複数存在する。専用車両不足時は、一般カラーの路線車が代走する。堺市の中心部から、 柏原市の国部駅まで運行していた。しかし、近鉄南大阪線と並行しており、かつ道路渋滞に巻き込まれやすかったため、1990年代に運行を取りやめた。なお、堺東駅河内松原駅間には南海バス布瀬線があるため、堺東駅布瀬間はノンストップかつ、クローズドドアシステムが採用されていた。51番は、 松原営業所への出入庫系統、道路線のうち52番、国部藤井寺駅発着の区間便のみ、八尾営業所も担当していた。晩年まで、松原担当便は、大型運用が多く、区間便はほぼ、八尾の中型車を使用した。大阪市内から、河内松原まで運行していた。近鉄バスの売り割りバス停は、大阪市営バス。 大阪シティバスでの高野大橋バス停の位置、近鉄バスの高野大橋バス停は、同、売り割南バス停の位置であった。15番は、地下鉄谷町線開業時に新設されたもので同時1 0 1 3番も、地下鉄切れ売り割経由に改められた。その後に、10番は、河内松原駅を境に、系統分割される。15番は、 売リワリ神社付近の京愛区間が存在するために、先に中型運用と改められた。晩年は13番も中型運用となる。1.02番は2016年10月7日、ダイヤ変更で余部発着便に吸収される形で廃止。他に29番地下鉄、デ戸大堀東河内天美駅前も少数ながら、運行河内天美駅発の29番の運行なし。 大堀東停留所は中央環状線上にあった。高須系統高須駅の整備完成に伴い、ピルマドキを中心に開設されたが、利用が少なかったため土曜一便のみの運行となった。2017年4月1日から運行を取りやめた。運行当時は小型車、中型車が使用された。元は、八尾営業所の担当であった。路線名称の通り、元は、 富田林駅まで運行されていた。もともと、八尾営業所の担当であった。2014年時点では、八尾営業所の担当に戻っている。三原ふれあい号2000年に運行を開始した、無料運行のコミュニティバス。旧三原町時代の開設だが、堺市への編入後も、多のコミュニティバスとは異なる運行形態が継続されていた。他に、西と南の2ルートがあるが、 これらは、南海バスが運行していた。2013年6月末廃止。松原、くるり松原市役所大町2丁目、明治教病院前、三宅土地改良区前、別所公民建前、別所八丁目が、小学校前、大振り5丁目、深い神社前小川5丁目、一津谷橋一津谷、運動広場、 ふえいちすや住宅前いちすや郵便局前西大塚一丁目ゆめにてプラザ東ふるさとぴゃプラザ前ふえうえた住宅前芝垣神社南芝垣二丁目西芝垣二丁目東立武古町目旦那三丁目でらした病院前市民運動広場総合福祉会館前松原市役所松原市 役所高献の里3丁目、日し新町5丁目、青少年会館観南タクラウンドまで、新町南公園前観南中央病院西、新町郵便局前、天み賀道1丁目、天み賀道3丁目、天み賀道5丁目、天み南六6丁目、天み西2丁目、天み西3丁目、山戸、川西運動広場。 常連寺雇用促進住宅前、阪南大学前、定サービスセンター前松原特集会病院前、三宅新池西三宅新池交差点、あ二丁目交差点東、松が、丘二丁目松原市役所松原市役所、総合福祉会館市民運動広場前、丹南五丁目、丹南三丁目南、不衛立部住宅前中間立、 二丁目大塚青少年運動広場西大塚二丁目大塚古墳前西大塚一丁目夢日記プラザ東ふるさとピアプラザ前笛上田住宅前芝垣神社南岡三丁目笛岡住宅北河合公園前阪南大学高校東高堅の里駅前松原市役所松原市役所大城二丁目明治協病院前三宅中 天み北二丁目常連事故要塞新住宅前、天み北三丁目山と川西運動広場西、老人。センター天み総北天み南五丁目天み南四丁目、向かい公民館貢献自転車置き場西貢献の、佐藤駅前、松原市役所松原市役所大場二丁目、阿保二丁目交差点東阿保五丁目松が、丘三丁目別所西別所二丁目老人センター。 めぐみひさし園を大掘り五丁目若林へが、小学校別所公民館三宅公民館三宅、新池三宅中三宅新池交差点松原市、役所松原市の自家用バスを使用した循環バス。松原営業所が運行を受託していた。運賃は無料である。館長による循環バスでは珍しく、声優による放送テープによる旅客案内が行われている。委託先が、 MK 観光バス株式会社大阪営業所に変わったことにより撤退。MK 移管後も声優による旅客案内テープ放送は継続。現在は岸和田観光バス堺営業所に運行委託されている。しかしながら近鉄バスと岸和田観光バスが挙手挨拶が日常的に見られる。神戸市バスにも同名の営業所がある。分社会以降近鉄バスは 日の製に加えて、伊須津製バスも導入するようになった。現在は、伊須津製 OEM 車や J バスの統合車種も導入されている。大型車は、近鉄バスでは以前は11メートル級多く、入れていたが、現在このクラスを新車で入れるのは羽根 A が、丘の住宅地、学生輸送を抱える松原営業所だけになり、他の営業所は10メートル級の車両を主力としている。 一方で、共愛路が多いため、はびきの線とさつきの系統を除く路線では、中型車か小型車が用いられる。運賃箱は、作サ作サ製を使用していたが、IC カード導入により、小田原機規制となった。なお、冒頭に、記載の通り、唯一泉ナンバーを付けるため、他の営業所との転属があると必ず、ナンバープレートが付け替えられることになる。また、 2017年12月には、日のブルーリボンハイブリッド車が1台導入された。大型バスの新車は羽根 A が、岡系統へ優先的に回され、一つ前の方は、サツキの系統へ回されていたが、2018年1月時点では、2017年12月に導入された、ブルーリボンハイブリッド車を含め、サツキの系統でも新型車が運用されている。ありがとうございます。